やってまいりました。ホークス宮崎キャンプ初日でございますよ。この季節が来ましたね。過去最多人数がこの宮崎に集まってせめぎ合いのサバイバルを行うということで、初日から取材が忙しくなりそうですね。楽しみです。それでは全力取材で頑張っていきますよ。行きましょう。王座奪還へ、初日から主力選手はエンジン全開。やっと強くなってきました。そしてピッチャー陣も激しいアピール合戦。やはり今年も大混雑のブルペン、一番乗りは誰だ。はいはい、キャンプ地宮崎姫の森でございますけどもね、ホークスのキャンプ最新情報をお伝えしたいと思いますけども、チカさん、はい、暑い一日になりましたね。暑かったね。まあ、長年キャンプに来てますけど、初日にこれだけいい天気であったかいって初めてかもしれない。焼けましたもんね。見どころもねたっぷりありますからね、はい、今日のホークスの動き余すことなくお伝えします。球春到来、大型補強を行い3年ぶりのリーグ優勝、日本一を目指すホークスがいよいよキャンプイン。早速選手が球場へ入ってくると恒例のイベントが復活。3年ぶりに選手のサイン入りボールがファンに投げ込まれます。球場は大盛り上がり。誰からもらったんですか。栗原選手。栗原選手、まさか取れるとは思わなかったですね。いいことありそうですね。今年いいことあります。そんな嬉しいサプライズで始まった春季キャンプ、気温はなんと19度。晴天に恵まれながら南国の地でのびのびと体をほぐします。体を温めた後は早速鬼のランニングメニュー。大会長に見守られながら若手から主力まで限界まで追い込みます。走って走って1キロ、野手全員走り切りました。午後、クリーンアップ候補の3人衆が輝きを放ちます。まずは3番候補、新加入の近藤。キャンプ1日目にもかかわらず早くもチームに溶け込んだ様子。中でもよくコミュニケーションを取っていたのはあの師匠、長谷川バッティングコーチ。長谷川イズムを直々に入魂されていましたよ。みんな話しかけてくれましたし、楽しく一日できましたけど、やっぱりこう一人一人のレギュラーになりたいっていう気持ちも強いですし、やっぱそういうところでこう押されて、初日を終えられたかなと思ってます。続いて4番候補は我らがキャプテンギータ。近藤と同じく侍ジャパンメンバーではありませんが、気持ちはもちろん侍級。ちょんまげヘアで初日を迎えました。今シーズンも雄たけびはもちろん健在ですね。そして5番候補、4番柳田キャプテンを支える新副キャプテンの栗原。なんか見せたいものがあるんじゃない。そうっす、これをでん、かっこいい。キャプテンズタオルです。これもうテレビ初公開でございます。そうです、これぜひ皆さん買ってください。かっこいいですね。ちょっと出すぎっすかね。キャプテン出しゃばりすぎじゃないですか。いや、そもそも柳田キャプテンはキャプテンマークついてるじゃないですか。はい、副キャプテンはなんかどうなんですか。この辺り見とってください。え、ユニフォームをぜひ。その気になるユニフォーム、よーく見ると左胸元に副キャプテンマークらしきものが。刺繍が施された副キャプテンは今シーズンサードにコンバート。今日も早速人一倍大きな声でノックを受けていましたよ。選手全員元気に動いてたんで、無事で初日を迎えられたんで良かったかなと思います。一方、投手陣も熾烈な競争がスタート。ブルペン一番乗りは、これ一番ですよ、約束通りね。かつ
つての守護神で今年先発で勝負する森。タフネスウワンは気合十分ですね。今日は A 組22人の投手のうちなんと18人がブルペン入り。初日から大盛況となりました。初めての春季キャンプを迎える斉藤和美コーチも投手陣のチェックに大忙し。投手王国再建お願いします。エース千賀の抜けた穴を埋めるべく去年8回の男を務めた藤井も先発に転向。ブルペンではカーブを交えておよそ50球。これから変化球の精度を上げていくと語りました。まだ始まったばっかりですけど、これからこういろいろ実戦入ってきたりすると変わってくるのかなと思うんで、まあ、それまでにこう、まあ、いろんな話、いろんな先輩方の話を聞いたりとか、まあ、そういったところで参考にしていきたいなと、はい、思います。そして何といっても一番の注目は開幕投手最有力候補の東浜。千賀が抜けた投手陣のリーダーとして期待される男は7割程度の出来と言いながらもストレートのみおよそ60球の熱のこもったピッチング。自身2度目の開幕投手に向けて早くも闘志を燃やしています。まあ、一番は、しっかりピッチングの形を作っていくっていうところと、まあ、体力面に関してはこのオフやってきたので、それを今度は、野球の方のにつなげていくっていうところですかね。ね、でも新加入の近藤選手なんですけども、はい、一人居残りで練習してましたからね。そうですよ、チーム引っ張らなきゃいけないからね。いやあ、印象的でしたね。はい、近藤選手はもうやっぱりもう初日からこれもエンジン展開という感じですかね。まあまあ、新しいところにね、大きな契約をしてき、ね、たわけですから、まあ、周りの注目もありますし、うん、まあ、昨年ホークスは悔しい思いして今年優勝するんだというね、そういう強い気持ちでいますから、まあ、見てても精力的に動いてましたよね。ですね、はい、楽しみですね。うん、さあ近藤選手も、ね、楽しみですけど、池田さん、今日の取材でこう一番印象に残った、はい、今年期待の選手、はい、ズバリ誰ですか。そうですね、やっぱさっきもちょっと映ってましたけど栗原ですね。キャプテン自分で手を挙げていくというね、もう本当に積極性が、やっぱり自分が怪我をした時にそういう積極性を出してチームにも影響をさせて、それが自分にこう跳ね返ってくるというか、彼のそういう意気込みがね、伝わってくるというか、動きを見ておりましても非常に違和感なく丁寧に動いておりましたので、まだ始まったばかりではありますけれども、まあ暖かい中で始まったのも栗原にとっては非常に大きかったと思いますが、一つ一つの動きを丁寧にしっかり、まあ長い1ヶ月になりますんでね、慌てないでいってほしいですが、まあ元気でしたね。ですね、副キャプテンもね、嬉しそうでしたもんね、マークついていや副キャプテンの方が前出てるからただですね、はい、これキャンプ地はですね、宮崎だけじゃないんですよ、はいはい、さん、そうですよね、筑後でもね、指導したルーキーたちにも注目してください。はい、新人と育成組中心の C 組も今日筑後でキャンプイン。ドラフト4位大野和夫投手は初日からブルペン入り。キャッチャーを立たせてストレートを中心におよそ30球投げ込みました。そして新型コロナの療養明け間もないドラフト1位伊比根逸羽選手はリハビリ組スタート。じっくりとプロで活躍できる体を作ります。もっと早くこのユニフォームが似合うような選手になりたいですね。いや、筑後でもですね、調子を上げてくればこの宮崎に合流という話もありますもんね。はい、みんな虎視眈々と狙っておりますよ。そうですね、はい、明日以降もですね、キャンプ情報満載でお送りいたしますよ。皆さん楽しみにしててくださいね。